皆さんこんにちは。今日は新型ノアの SG ガソリン車見てきました。で、今回私自身も車の買い替えを少し検討していますので、今回は新型ノアの SZ のガソリン車の商談してきまして、見積もりをいただきましたので、そちらの内容について動画を見ながらご紹介をしていこうと思います。今回試乗したのはこちらの SG グレードになるんですけれども、こちらも非常にいい車でした。今このようにユニバーサルサイドステップということで、お子さんがいるご家庭には非常にぴったりな装備になりますけれども、これメーカーオプションで3万3000円になっていますが、私もこちら今回見積もりにもちろん入れています。で、今回すごく私の中でびっくりしたのは、この SG のグレードのガソリン車だったんですけれども、先代のノア、ボクシーに比べてさらに走りが進化していて、車が好きな人、ドライビング、走りを気にされる方もしっかりと視野に入った車作りになっているなということにすごく驚きを感じました。今のステップワゴンのスパードのハイブリッドも上質な走り味出た当時はすごく感じたんですけれども、今もこのノア、ボクシー、ガソリン車といっても17年モデルのステップワゴンの走りを超えちゃってんじゃないかっていうぐらい、非常にしなやかで滑らかで上質な走りをしてくれる車に変わっています。はい、で、今回私自身見積もりを取ってきたんですが、見積もりの内訳ざっくりなんですけれども、基本的にはステップワゴンと変わらないような装備車格にしてもらうということで、上級グレードを選んでいます。なので全てメーカーオプションはつけていて、エイブ機器に関しても 10.5 インチのナビであるとか、リア席の14インチの有機 EL ディスプレイ、この辺はつけています。なのでステップワゴンから乗り換えたとしてもグレードダウンしないように、基本的には同じ装備ということで、なおかつメーカーオプションの安全装備は全てつけているといった内容になっています。その状態で大体価格としては476万円という価格になっています。今これちょうど2列目の席になるんですけど、今回私自身にこれを実車を見て分かったのが、2列目のシートって前後しかスライドしなくなってしまっています。左右スライドするのかと思っていたんですけれども、今回のノアボクシーに関しては左右のスライドがなくなったと、そこは車自体が横幅がかなり広くなっていて大きくなっているので、その影響だと思います。今3列目もそうなんですが、3列目も非常にいいなと思ったんですけれども、片手でシートを折りたたみができることができると、で跳ね上げ式なんですけどね、それでも片手で全て完結することができるということで、非常に便利になったなということを2つ目、実際に車を触ってみて感じたところになります。そこが装備として非常に良くなったなって思うところになります。で、今回476万円ということでお話ししたんですけれども、実際省ける装備なんかもありまして、テレビや CD、DVD デッキ、この辺は特に私自身も使わない、もう携帯をつなげて今ナビを操作するというのが主流になっているので、それによって74,800円省けることがまずできます。もう一つはドライビングサポートパッケージというものがありまして、これ自身はヘッドアップディスプレイと、なおかつデジタルルームミラー、これがついたセットのものなんですが、これも特に必要がない。今 Amazon 等でもデジタルルームミラーですと1万円とか2万円ぐらいで出てますんで、それを購入してつければいいかなと思ってますんで、この9万9000円も省けます。かつコーティング、こちら15万円ということになっていて、非常に高額なコーティングなんですけれども、これも特に必要ないかなということで、ここから差し引いていくと476万8000円から444万3000円ということで、かなり現実的な価格帯になってくるということも今回分かったところになります。で、ハイブリッド車もうちょっと高いんじゃないのって思うわけなんですけど、ハイブリッド車ですと小売りにプラスだいたい35万円から40万円ぐらい上乗せになってくるんで、だいたい480万円ぐらいになってくるということになります。これがだいたい
ガソリンとハイブリッドの最上級グレードの SZ の価格になっているということになっているわけなんですけれども、はい、もう一つディーラーに行って分かったことは、ステップワゴン今回5年目になるわけなんですけれども、このステップワゴンの下取りがペイできるということなんです。で、私は残クレで買ってるんで、まだステップワゴン今年あと11月で終わるわけなんですけれども、下取りトヨタさんで下取りをするとなんと219万円ということで下取ってくれるということなので、もう残債が全く残らないということになります。まあ、その上でこのトヨタのノア牧師が今回また新たに購入更新できるということなので、非常にお買い得感のある買い物に今回なり得るかなということで、商談してきたことによってかなり有益な情報が得られたかなということで思っています。ステップワゴンが先行予約が2月の初旬から始まるので、おそらく見積もりを取ることができるんだと思うんですけれども、実際にステップワゴン同じようなストーリーで、ノアボクシーと同じようなストーリーで見積もってみて、まあ、大体どのぐらいの価格帯まで行くのかということ、それからもう一つは見積もりだけでは私自身も車を選ぶということはできないので、まあ、4月以降ステップワゴンが出た時に実際に自分で車に乗ってみてどっちの方がいいのかということを、まあ、最終的に判断をしてみて、ステップワゴンかノアボクシーにしようかということを今回、まあ、検討していこうかなということで考えているところになります。ノアボクシーを実際に商談してきましたけれども、まあ、非常にいい車だなということを今回改めて感じました。当チャンネルではカーレビュー、カー用品の配信を行っておりますので、ぜひ興味のある方はご視聴いただけますと幸いです。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画の運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。